本日はですね、ついにヘラクレスオオカブトがですね、羽化したようなので見てみたいと思います。こんなのが出てくるんかな？ってことでね、こちら昔1年ほど前にペットショップで幼虫くじしたらね、当たったんですよ。ヘラクレスオオカブトが2つあったんですけど、大きい方を選んだんです。オスがね、生まれてきてほしいなぁと思いながら、ただオスかメスかわかりません、わからんけども、やっぱりヘラクレスオオカブトのね、こんなフォルム、これはオスなんですよね。このオスがやっぱり見たいので、オスが出てきてほしいんです。ということでね、ちょっとね、皆さんと一緒にこのドキドキをね、ワクワクを体験しようじゃありませんか。一緒に、いやー長かった、だいぶ待ちわびたよ私は。さあ、ではでは、ガバッといく、いや掘り起こす、ドキドキするわ。どちらへ見るかな、なんかな、黒くなってるの見えてんねん。こっちやな、こっちの方におるはずやわ。お、開いた、開いたよ。こんにちは、こんにちは。え、見えるかな、動いてるわ、動いてらっしゃる。このフォルムはもしかして、なんかうごめいてるけど、動いてはいるよ。ん、脱皮の途中、なんかすごい川に囲まれてんねんけど、このフォルムはオスやと思うんやけど、これはどうしてあげたらいいんや。びっくりした、この川が上に乗ってたからさ、まだ不完全かと思ったやん。これはついに来ました。はい、おお、紛れもなくこの姿、まさにヘラクレスオオカブトの誕生でございます。すげー、いやー、これさ、開けた時ね、こんな風になってたんよ。いや、また不完全になってるわとか思ってびっくりしたけど、よかった。これけどあれやね、ちょっと種類が違うんかな、だってこの子と色が違うもんね。これはヘラクレス、あ、おしっこじゃ、おしっこじゃ、おしっこしやがった、くそ、やられたぜ。おしっこなんかするのか、こいつ。うわー、ちょっとね、初めてなんですよ、触んの。力強いわ。はあ、かっこいいな。よしよし、なでなで。はい、ということで今回ね、ヘラクレスオオカブトを見てみたんですが、これね、初めね、測定した時に幼虫がね 46.5g やって、ちょっとねちっちゃいからメスじゃないかなって思っていたんですが、なんとかオスが生まれてきてくれました。これはヘラクレス、あ、おしっこじゃ、おしっこじゃ、おしっこしやがった。